今回は究極美人のセクシー女優鈴森レムさんのおすすめ作品を5つご紹介します。超絶美人なそのお顔立ちとスレンダーな美ボディ、そして F カップの美巨乳が魅力のセクシー女優鈴森レムさん。2019年の21歳の時にデビューした鈴森さんは今も現役で活躍中です。女優かなと見まがうほどの清楚な見た目ですが、結構ハードな作品にも出演されていたりと非常に素晴らしい女優さんで、多くの男性たちから愛されています。素人時代には夜のお店にも在籍していたとの噂など隠れた情報までご紹介します。動画の後半ではご本人に関するいろいろなエピソードをご紹介し、予備知識を仕入れた上で彼女が出演する作品を見ることで皆さんの夜のルーティーンをさらに楽しんでもらおうという目的もありますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは鈴森さんのおすすめ作品5つをご紹介します。まずは第5位、時代をかける天使鈴森レムです。おすすめする理由は鈴森さんの記念すべきデビュー作であり、21歳の可憐な美少女の姿を余すことなく見れるからです。作中では趣味のけん玉を披露しています。自らセクシー業界に飛び込んだだけあり、初々しいながらもプレイに積極的な姿勢で高評価を受けている作品です。初絡みはベテラン男優でもある鮫島健介さんです。知っている人は知っている人です。インタビューなどでたびたび相性がいいと鈴森さんご自身が公言している男優さんです。羨ましすぎますね。ソファーの上で F カップボディを揉まれながらの絡みはガチ感が半端なく、思わず嫉妬しそうになるほどです。馬乗りで腰を振る姿が非常に可愛らしいです。後半ではセーラー服姿を披露しての絡みも挑戦します。デビュー作とあって素人感満点ですが、すでにショートカットの超美形で完成されています。色の白さも相まって透明感たっぷりの絡みは破壊力抜群。今では見られないウブな鈴森さんが堪能できる貴重な作品になっています。ファンザのレビューを一部ご紹介すると、近年見た中でもトップクラスに良かったです。表情とかもかなり可愛いです。そしてエロいカメラワークもとても良かったと思います。美形好きは買う価値ありですね、とのご意見でした。続いて第4位はスプラッシュレム女の体液全部抜く驚異の3です。狂気乱舞の潮吹きで限界突破、一人でするときは潮なんて吹かないと話す鈴森さんですが、思いっきり吹き出しまくっています。シーツやソファーカメラまでも潮まみれになっちゃってます。ただただ吹いて吹いて吹きまくる作品です。自身の限界を超えた鈴森さんが拝めます。高速状態で容赦なく攻められる姿は個人的に名場面です。人の体は水でできているのがよくわかります。余裕の笑みが喘ぎに変わる最高の作品です。ぜひご覧ください。続いて第3位は天然成分由来鈴森レムシル 120% です。おすすめする理由は鈴森さんの汗まみれの姿が最高だからです。4位は塩まみれでしたが、3位は汗まみれになっています。まあ汗に限らずあらゆる体液が放出されてしまっているんですがね。体液系のセクシービデオは女優さんが美しいほど興奮しますよね。そういう意味でも本作はまさに理想的な仕上がりとなっています。いきなりセーラー服姿で登場しますが、スカートをたくし上げると純白の下着が汗でびっしょりになってしまっています。レビューをご紹介すると、内容が今までで素晴らしいという意見や、見終わった瞬間凄まじいの一言です。購入してよかったと心から思える数少ない作品の一つです。最初の吉村氏との絡みが特に凄まじく、絡みの前半後半それぞれ執拗かつ丁寧に舐め上げられ、鈴森さんのような美少女が快感に耐えきれずもだえる様は感動を覚えます。唾液交換の回数も通常の天然成分由来シリーズと比べて多めで、鈴森さんの受け方も素晴らしいです。個人的に天然成分由来シリーズの中で5本の指に入る作品だと思います、とのことです。ベタ褒めですね。さて第2位は鈴森レム生です。おすすめの理由は記念すべき中出しの解禁作だからです。満を持たしての解禁に待ちわびたファンは狂気しました。本当に嬉しかったですね。ゴムをつけていない感触を眉間にシワを寄せて味わいます。生で奥を疲れ
目を閉じ顎をクイッと上げて感じる姿、半分は中で、もう半分は外に出しているので疑似の可能性はかなり少ないかと思われます。鈴森さんが美人すぎるせいか、どの男優さんも量が多い気がしております。プレイ自体も妖艶さが加速しています。ピンクのナースコスがめちゃくちゃ似合っていて、個人的には OL やレースクイーン姿よりも興奮しました。ファンザレビューをご紹介すると、このシリーズ大体疑似ですが、これは本物のようです。インタビューからも本当であることが伺えます。しかし、コスプレする必要はあったのか、普通に初体験らしい方が良かったと思う。という意見や、鈴森レムは顔立ちが綺麗で流し目をくれてる表情なんて激クール。そのクールビューティな彼女が責められてる姿に興奮します。メガトロンとしてるのがセクシー。という意見がありました。やはり半分外、半分中は本物である信憑性が高そうですね。それでは第1位の発表です。その作品は、ひたすら生ではめまくる、終わらない中出し成功です。またしてもそれ系のジャンルです。単に私が中出し物が好きなだけなのかもしれません。おすすめする理由は、1回や2回でなく、18連発という数の暴力でインパクトが段違いだからです。複数の男優さんたちとの1泊2日の旅行、したくなったらすぐはめるという何とも贅沢な旅です。ホテルの部屋では、一度に4人の男が相手で、いろいろな体勢での絡みは見ものです。一人が出したら、すぐ次の一人がはめてのハードなもの。ローションまみれのシーンは秀逸です。ではファンザレビューをご紹介します。高級ホテルでの複数プレイと時折のインタビューで垣間見る、レムちゃんの明るく気さくな性格がしっかりとドキュメントとして残されています。撮影と編集のテンポも小気味よく、3時間で尺に入らない時間も見たくなる素敵な作品です。コロナ禍でもたくましく生きる女優のプライドに感動が残ります。という意見や、かなりエロい、この一言に尽きる作品だったかなと思います。ローションでヌルヌルになった体に生でするシーンがすごく良かったです。などのご意見があります。実際、ファンザの評価が最も高い作品として輝いています。リレムさんに関するエピソードをいろいろとお伝えしたいと思います。鈴森さんは1997年12月3日生まれの26歳の方です。身長は160センチで、3サイズはバスト87、ウエスト58、ヒップ85で、F カップとなっております。涼やかな顔と透き通るような白い肌、圧倒的な透明感を放っている鈴森さんはバランスの取れたスタイルでデビュー当初から大注目を浴びました。そんなルックスでありながらプレイはかなりハードです。清楚で可愛くて、プレイも素晴らしく、バストもあって、しかも献身的で、彼女にしたくなるようなガチ恋必死のセクシー女優さんです。近年のセクシー女優さんのルックスのレベルがかなり上がっていますが、鈴森さんもハイレベルのルックスを持つ女優さんの一人で、長いセクシービデオ界隈の歴史の中で、過去最高クラスのルックスを持つと言っても過言ではないです逸材です。そんな彼女がなぜセクシー女優になったのか、気になる経歴などもご紹介します。デビューは2019年4月でしたが、実はそれ以前に、素人テレビ、というシリーズものに素人として出演していました。もともとは精神科の看護師をされていたそうですが、人間関係がうまくいかず、その作品に出演した当時は仕事をしていなかったようです。ちなみに看護師を目指した理由は、注射を打たれるのが好きで、注射を打ってみたかった、という魔族気をくすぐる理由でした。もともと人見知りな性格で、人と話すのがあまり得意ではなかったようで、この作品でも恥ずかしそうにもじもじしながらインタビューに答えていて初々しさ全開。超可愛いのでファンは必見です。その語りの2019年4月に、新人プレステージ専属デビュー、時代をかける天使、鈴森レム、がリリースされました。当時21歳の鈴森さんはセクシー女優になろうと思ったきっかけは、同じプレステージ専属女優だった大鳥かなめさんに憧れていたから、なんだそうです。スカウトではなく自分から応募してデビューしています。こんな美人が応募してきたら即採用ですね。インタビューではシンプルにエッチなことが好き、と話していて、複数の人とプレイしてみたいとも語っていて、セクシー偏差値はとても高い人だったようです。2019年の22歳の時にミスアイディ2020、フォトジェニック賞を受賞しました。この、ミスアイディ、
和光男社が主催しているオーディションで、過去にはグラビアアイドルの稲村亜美さんなどを発掘しているハイレベルかつ注目度の高いオーディションです。自分は受賞できるわけないぐらいのダメ元で応募したそうですが、なんとファイナルまでトントン拍子に進んでしまいます。鈴森さんの超ハイレベルのルックスながら、こういう謙虚なところも素敵ですね。知れば知るほど彼女にしたくなってくる、この上ない魅力を持つセクシー女優です。その後2020年の23歳の時に写真集を発売されています。ファンには概ね好評でしたが、暗くて見にくい写真が過度に多かったことや、水着からの鈴森さんの体があらわになる写真がすごく少ないという意見があったりして、微妙なレビューもあるようです。せっかく最高の被写体なのに、ちょっともったいない感じがしますね。鈴森さんは2023年8月現在はプレステージの専属セクシー女優として精力的に活動中です。20代も後半に差し掛かり、美しさにますます磨きがかかってきました。プレステージ専属になってからは4年以上月1本のペースで新作をリリースし続けています。そんな大人気女優の仲間入りをしている鈴森さんですが、2021年まで都内の某デリバリー系のヘルス系に在籍していた噂があるようです。お店はクラブ虎の穴、青山店、セクシー女優が在籍する高級店として有名です。調べましたが、あの黒ギャルの女優さんなど知る人ぞ知る女優の方々も在籍しているようです。お金があれば一回行ってみたい。ちなみに鈴森さんの源氏名は絶世の極み新人とのこと。週2日程度の出勤で70分5万円からのダイヤモンドクラスだったようですが、現在は退店済みです。現役のセクシー女優さんがその値段でと考えると、むしろ安いと思うのは私だけでしょうか。もはや極上の女性となっている鈴森さんですが、初恋は高校1年生の時だったそうです。随分と奥手で、初恋相手はバイト先の先輩だったそうで、片思いに終わってしまったようです。こんなに美人であれば相手の先輩も絶対意識してますよね。ただ恋愛行動は奥手でも、思春期である以上性の衝動は抑えられなかったようで、彼氏がおらずまだそういう経験も一切したことがない時、実はものすごい頻度で自分を慰めていたようです。とある作品のインタビューで当時のことを語っており、収録くらいのペースでほとんど毎日してたらしく、しかもおかずは女性用ではなく男性が見るのと同じセクシービデオだったそうですよ。可愛い子のビデオを漁っていたそうです。高校2年生の時、告白されて初めて付き合った彼氏と3ヶ月後にめでたく結ばれたそうです。最初の体験はひたすら痛かったそうですが、舐めるのが大好きな彼氏に絶頂体験をさせてもらったんだそうです。今までの経験人数は3人だけで、酔った勢いのワンナイトラブ1回を挟んで2番目に交際した彼がだいぶヤバめの人だったそうです。エピソードとして、寝ている友達の隣で鈴森さんとまぐわったりとかしていたそうです。嫌がりそうなもんですが、鈴森さんはそれに興奮したそうでノリノリで答えていたようです。セクシー女優鈴森レムさんの原点は2番目の彼にあったようですね。自分からセクシー業界に飛び込んだり、ミスアイディに応募したりと、思い切りがよく行動力にあふれた印象ですが、実は性格はとってもシャイのようです。可愛い女の子が大好きなようですが、いざそのこと話すとなると緊張で言葉が出なくなり、後になって何も喋れなかったと後悔するほどなんだそうです。自身と同じプレステージ専属女優であり、 SNS にもたびたび登場する野々浦のんさんとも、最初の頃は緊張して喋れなかったそうです。話は変わりますが、鈴森さんのプロフィールの趣味欄に必ず書いているけん玉は、実は日本けん玉協会の定める認定試験を突破し、初段を所持するほどのけん玉ガチ勢なんです。 SNS には実際にけん玉をしている動画もあり、素人からすると高度な技を難なくこなしています。作品内やイベントでも披露しており、その腕前は確かなものなようです。普通にけん玉をしているだけでどこかセクシーに見えてしまうのは鈴森さんならではかもしれませんね。鈴森レムさんのことが少しでも分かったと思いますので、術演作品をたくさん見て、今後もたくさん応援していきましょう。それではまたの動画でお会いしましょう。ご覧いただき本当に本当にありがとうございました。